仁義なき赤子もそうだったんですか。そうだった。え、そうなんですか。うん、だから今反省してんだけどね。そうか。いや、もしね、きちっともし覚えて、きちっとやってりゃ、もう遠回しに芝居ができたのなんて、こう今こう振り返ってみるとそんなこと思うけど、またいや待てよ、あんまりきちっと几帳面に覚えてやったら、うん、逆に面白くはなかったのかなって、まあそれはどっちなのかよくわからないけどね、うん、そうかもしれないですよね、うん、あれ見ててやっぱりね、かっこいいですもんね、やっぱあれ見てこう出てきちゃうと、その隙もないようなね、うん、芝居っていうのもあるだろうけどね、やっぱり俺たちがやってきたのはね、そんなもんじゃねえんだよ、そんな言ってみた一口にはいい加減だまあまあだけど ねえ、みーちゃんのんびり行こうよ。